時代にはどんな方法で通信したのかしら。そんな疑問を抱いた大輔くんとさやかちゃんは昔の通信方法を見るためロボットのコンペをお供にタイム号でいろいろな時代にシミュレーションすることにしたの。タイム号応答せよその2。大輔くんたち一体どこ行くのかしら。ごめん。ここいつの時代？さあ、いつだろう。そんな無責任ね。無責任です、大輔くん。そりゃないだろう。本当にわからないんだから。とにかく様子を見てみよう。大山城の策略を探り出したら一時も早く知らせに帰るのだぞ。敵の目をくらまし日頃鍛えたその足が折れるまで走り抜けるのだ。よいな、抜かるなよ、行け。はと情けない奴だ。ごめんなさい。忍者の落ち込まれは聞こえたらまずいよ。ん？何者？風丸、くせ者だ。ひっ捕らえろ。はい。てならないよ。おら、何をぐずぐず喋っている。貴様たちは何者だ。いや、その怖い。ふん、その怪しげないでたちどこから来た。どこからって説明してもわからないだろうな。さては空天竺を真似た変装だな。大山城の患者か。大山城知らないよ。そんなのとぼける気だな。私たちそんなもんじゃありません。僕たちは、なんだそれは。人形です、鉄の人形。しかし今口を聞いたぞ。あれは僕の腹話術。何、腹話術じゃと。いいか、人形みたいに動くんだぞ。僕たちは人形使いです。旅芸人を装ってもこのわしには下手な芝居など通用せんぞ。後でゆっくり調べてやる。石牢に叩き込んでおけ。はっ。
ームに入って取り調べがあるまでおとなしくしていろ。いいな。ねえ、あたしたちどうなるの？わからないよ。お前に謝ってもらってもどうにもならないわ。あ、そうだ。あら、コンピューター付きの小型通信機じゃないの。そうさ、もしものことを考えて持ってきたんだ。さすがお兄ちゃん。さすがです、大輔くん。こいつ。それじゃ早速ミムに連絡して。うん、ミム、僕だよ。ミム、ミム、聞こえるか？こちら、大輔。ひどい目にあったわね、大輔くん。なんだ、見てたの？そうよ、全部ね。ずるいよ、そんなの。いいじゃないの。それよりさっきの人たちは月影流っていう忍者なのよ。え、月影流忍者。それじゃ、忍者は本当にいたんだね。そうよ、忍術はもともと中国から渡ってきたもので、陰陽道や山伏の気合術などから生まれたって言われているわ。忍者はずいぶん昔からいたらしいんだけど、一番盛んに活躍したのは戦国時代。各地にいろいろな武将がいて戦争していたでしょ。だから忍者を使って相手の様子を探っていたわけ。忍者は言ってみれば雇われスパイだったのね。そこで忍者は相手の陣地にこっそり潜り込んだり、人の目をくらましたり、見つかってもうまく逃げられるよう厳しい修行を積んで特別な技を身につけたのよ。じゃあ大山城って何？戦国武将の城よ。その城主は相手を探らせるため月影忍者を利用しようとしたんだけど、月太夫さんは断ったの。すると大山城主は怒って月影忍者を滅ぼそうとしたのよ。いくら月影忍者が優秀でもまともに戦ったんじゃ勝てっこないでしょ。だから月影忍者は大山軍がいつどこから攻めてくるか必死で探ろうとしてるのよ。でも今と違って戦国時代には電話も通信機もないでしょ。だから自分の足で報告に戻らなきゃならなかったの。そうか、忍者のことはもう分かったから、今度は僕たちを助けに来てよ。いやよ。いや、うん、そりゃないよ、ミーム。じゃ、頑張ってね。さて、大輔くんたちどうするのかしらね。もうミームったら冷たいのね。あんなに白鳥だったとは思わなかったわ。まったくだよ。ねえお兄ちゃん、これからどうする？なんだ風丸、今日のざまは月影忍者として恥ずかしくはないのか。ごめんなさい。もし大山の兵たちが攻めてきたらひとたまりもないぞ。月太夫様、おいらを大山城行かせてください。きっと探り出してみせます。お前では無理じゃ、まだ修行が足りん。ミスミス撃たれるのに行かせるわけにはいかん。それより風丸、お前は石牢に行ってあの者どもを見張っておれ。は、はい。風丸くん、元気出して。大丈夫だよ、心配しなくても。うるさいな、黙っててくれ。大山城に行って向こうの作戦を探ってくれば月太夫さんだって認めてくれるよ。それができないから困ってるんじゃないか。できるよ、僕たちが応援すれば。何？お前たちが？ダメだい、忍者の修行もしてないくせに役に立つもんか。忍者の修行はしてないけどさ、僕たちにはこれがあるもん。なんだこれ。通信機だよ。ねえ君、これを持って僕たちの見えないところを歩いてごらん。そんなこと言って、オイラがいなくなった隙に逃げるつもりなんだな。違うよ、どうせ僕たちこの石牢からは出られっこないもん。騙されたと思ってやってごらんよ。そういえばそうだな。よし。
風丸くん、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 君は今柿の木の下にいるね。風丸くん、ああ、通信機を捨てたな。わかるのか。わかるとも。今度はまた別のところへ行ってごらん。別のところ？そう、どこへ行っても君の場所がわかるんだから。よし。風丸くん、びっくりしてたわね。でもだんだん信じてきたみたいだよ。風丸くん、風丸くん、今度は小川のそばを走ってるね。なんでも見通しなんだな。大したもんだろう。うん、忍法千里眼の術か。だからこれを持って大山城へ行けば向こうの動きが全部わかるさ。ね、だから僕と一緒に大山城行こうよ。よし、わかった。城か。そう、あそこが敵の本陣さ。よし、ここからはオイラについてこい。わかった。あのお坊さん知ってるの？月影忍者の仲間だよ。坊さんに変装して城の様子を探ってるんだ。じゃあ、今の紙は？連絡の手紙さ。変な字。忍びいろはって言ってね、敵に見つかってもわからない特別な字なんだ。へえ、なんて書いてあるの？うん、今夜が怪しい。忍者って面白い通信方法を使うんだね。まだ他にもあるぜ。五色米って言うんだ。五つの色に染めた米さ。こんな風にして暗号を作るんだよ。ああ、道しるべにもなるね。5つの色の組み合わせで100種類以上もの暗号になるんだ。これすごいや。あ、それから暗いところで敵と味方を区別するために合言葉も使う。合言葉？あ、そうだ、オイラたちも合言葉を決めておこう。鳥って言ったら空って言うんだ。鳥と空か。わかった。まずい、見張りがいる。オイラに任せとけ。なんだいそれ。忍法しびれ薬さ。さすが忍者。行くぞ。出陣は今夜だ。高森山の山道を抜けて忍者村の裏から不意をつく。もし敵に知られて迎え撃たれたら面倒なことになる。決して浮かれてないぞ。忍法盗み聞きの術全部聞いちゃったもんね。まずい、ウグイス張りだ。ウグイス張り？そう、敵が忍び込んだことを知らせるように合図の音を立てるんだ。じゃあ敵が忍び込んだぞ、出会え出会え。まずい、逃げるぞ。うん、お兄ちゃんたち遅いわね。大丈夫かしら。わかんない。通信機もないし。コンペ、様子見てきて。わかりました。いたか、見当たりません。しっかり探せ。いたぞ、あそこだ。まずい、見つかった。ここはオイラが引き受ける。その間に逃げろ。じゃあ後で。こりゃ待て。味方か。よし、合言葉だ。鳥。
鳥。鳥。鳥。敵だな。よし。風丸の合図だな。コンペ、風丸何してんだよ。やめろよ風丸。コンペだぞ。え？コンペ？ひどいよ風丸は。だって合言葉言わないんだもの。コンペが合言葉知ってるわけないだろ。あ、そっか。ごめんごめん。そっちはどうだ。いません。まずい逃げよう。ここは僕に任しといて。じゃあ頼むよ。いたぞ。待て。つもりだな。それじゃあ早く知らせなくちゃ。待てよ、いい考えがある。ほらね、こうしておけば敵の動きがみんなわかるだろ。さすが大助忍者、頭いいでござる。いや、それほどでも。あとは大山軍が動き出すのを待つだけだ。本当？よかった。よいか、我々の行く道は月影の患者に聞かれたかもしれん。しかしかえって好都合じゃ。敵にそう思わせておいて裏をかくのじゃ。地獄谷を通って行け。書いてるつもりだな。丸見えなのにね。忍法丸見えの術か。タイムゴー、タイムゴー。何ミム。衛星から電波で調べた結果、地獄台の奥に石油の湧いてるところがあるのよ。利用できるわ。コンペに掘らせなさい。了解。大助殿、この度は疑ったりして失礼いたした。いえ、その別に。風丸が大活躍した。もうよい、みんなのことは分かっておる。そのおかしな忍術車のこともな。え、忍術車。いずれこういう道具ができると思っておったのじゃよ。どうじゃ大助殿、わしにこの忍術車をくれんか。これを？ダメダメ、これがなくちゃ僕たち帰れなくなっちゃうもん。しかし
わしゃどうしても欲しい。あ、やめてよ白湯さん。ほほ、これが新式の忍術車の秘密か。なかなか面白いもんじゃな。あ、それは消えちゃった。シミュレーションボタンを押しちゃったんだもん。ちょっとかわいそうだから昔へ返してあげよう。助けてくれ。ああ、こんな恐ろしい道具はもうたくさんじゃ。わしゃいらん。風丸、帰るぞ。じゃあね、バイバイ。バイバイ風丸兄ちゃん。面白かった。別の時代に行ってみたいな。うん、行こうか。大輔くん、どうだった？楽しかったよ。よかったわ。じゃあ、現代に戻してあげるわね。いやだよ。僕たち、もっと別の時代に行くんだもん。何よもう。あんなに危険な目にあったのに、まだ懲りないの？あの子たち。今度はどこ行くのかしら。この次はタイム号応答せよその3、瓦版や飛脚など江戸時代の情報伝達についてのお話よ。お楽しみに。